生田直樹と有本香織が日本政府のトロさに怒り心頭。日本保守党の代表生田直樹さんと事務総長有本香織さんが YouTube の配信で国防に関する内容について発言しました。防衛省は陸上における風力発電の発展と国家安全保障の要請を調和させるための重要な措置を講じることを決定しました。この取り組みの一環として自衛隊の警戒管制レーダーシステムの効果的な運用を確保しつつ風力発電設備の建設に関する新しい規制を設ける法案を今国会に提出する予定です。この法案の主な目的はミサイルの発射や領空侵略などの脅威を監視する自衛隊の能力に悪影響を及ぼす可能性のある風車建設を規制することにあります。具体的には新しい制度の下で防衛省は電波障害防止区域と呼ばれる特定のエリアを設け、このエリア内での新たな風力発電設備の建設に際しては事業者が事前に届け出を行い、必要に応じて防衛省と協議を行うことが義務付けられます。このプロセスを通じてレーダーや通信設備の運用に著しい支障が生じる恐れがある場合、防衛省は建設プロジェクトを最大2年間停止させることが可能となります。この規制は特に高さ100メートルを超える大型の風車群に焦点を当てています。これらの大型風車は空自レーダーによる正確な目標探知を妨げ、また基地間や人工衛星と地上局間の通信を妨害する潜在的リスクを持つとされています。このように防衛省は国家の安全を確保しつつ持続可能な発展を目指すためのバランスを取ることを目指しています。これについて百田さんと有本さんは、この問題は以前北海道の当別町で問題視されたことがあった。当時町長が自民党本部に陳情に行った。これは約2年前の話で、一体この2年間何をやっていたんだと感じる。日本は動くのが遅すぎると日本政府の対応に苦言を呈しました。この件について当チャンネルの解説員松野博子さんに解説していただきます。松野さん、防衛省による風力発電設備の建設規制についての新法案に関する話題について伺います。地域住民の方々の注意深さがこの問題の発見につながったと伺いましたが、これについてどのようにお考えですか？この事例は地域住民の方々が非常に注意深く、また積極的に情報を収集し共有することで重要な安全上の問題に気づくことができた素晴らしい例です。彼らの行動がなければこの問題は国のレベルでは見過ごされていた可能性が高いです。これは地域コミュニティの力と地域住民が自らの安全と環境に対してどれだけ責任を持っているかを示すものです。確かに地域住民の積極的な関与が大きな違いをもたらしたわけですね。しかし国としての対応にも問題があったということでしょうか？一概にそう言えるわけではありませんが、このケースは国のシステムや対応の遅れが問題を見過ごすリスクがあることを浮き彫りにしました。地域の声が国の政策決定プロセスにどれだけ反映されるか、また地域と国との間で情報共有や協力体制がどれだけ機能しているかという点で改善の余地があると言えます。なるほど、地域コミュニティと国との間でより良い連携が求められるわけですね。このような事態を防ぐために具体的にどのような改善策が考えられますか？まず地域コミュニティからのフィードバックを国の意思決定プロセスに直接取り入れるための仕組みを整備することが重要です。また地域で発生する問題や懸念に迅速に対応できるよう国と地方自治体の間での情報共有システムを強化する必要があります。さらに地域住民が自らの安全について学び意見を述べるための教育プログラムやフォーラムの開催も効果的でしょう。地域住民の積極的な関与とそれを支える国と地方の協力体制が重要ということですね。松野さん、ありがとうございました。国が先見の明を持って行動することの重要性について私たちは深く考えさせられます。
今回地域住民の注意深さが風力発電設備の建設に伴うリスクを浮き彫りにした事例は、日本政府の危機管理能力に対する怒りを新たにします。こうしたリスクは国民や地域コミュニティからの指摘を待つものではなく、政府が積極的に予見し対策を講じるべき事柄です。なぜなら国民の生命と安全を守る責任は最終的に国にあるからです。しかしこの重要な責務に対する日本政府の態度がしばしば危機感を欠き、後手後手に回るものとなっています。私たちが直面しているのは単に風力発電設備の建設に関連する問題だけでなく、広範囲にわたる国家の安全保障と環境保護の課題です。国は先進技術や新しい社会インフラの導入に伴う潜在的なリスクを事前に把握し、適切な規制や対応策を策定することで、これらの課題に前向きに取り組むべきです。さらに国民とのコミュニケーションや情報共有の不足も問題を悪化させています。地域住民の声を真摯に受け止め、それを政策決定プロセスに反映させることがより良い社会を築くための鍵です。政府は国民の安全と幸福を第一に考え、積極的な情報開示と公開討論を通じてより透明性の高い意思決定を行う必要があります。今回の事例は日本政府が今後取るべき行動の指針となるべきです。政府には国民の生命と財産を守るために潜在的なリスクを予見し、先手を打って対策を講じるという重大な責任があります。この責任を果たすためには国民との対話を重視し、地域コミュニティの知恵を積極的に取り入れることが不可欠です。私たちは危機管理における政府の姿勢を改めて問い直し、より安全で持続可能な社会の実現に向けて共に努力していく必要があります。今回は日本政府の危機感の欠如ぶりをお伝えいたしました。現状の対応速度と認識レベルを見ていると、他国による重要な土地の買い占めというリスクが非現実のものとなり、国の安全が深刻な形で脅かされる可能性が高まっていることを十分に理解していないように感じられます。国家安全保障の観点から見ると、土地は単なる不動産の取引対象ではなく、国防や経済の基盤となる重要な資源です。このように重要な資源が外国資本によってコントロールされることは、国の主権を揺るがす可能性を秘めています。さらに懸念されるのは、こうした問題点に対する日本政府の反応が遅れがちであるということです。地域住民や専門家からの警鐘にもかかわらず、対策が後手に回り、有効な政策が時間内に打ち出されないことがしばしばあります。国際社会における地政学的な競争は日々激化しており、日本もまたその影響から自由ではありません。このような状況下で日本政府が示すべきは、より迅速で先見的な対応と国民の安全と利益を守るための明確な意思です。日本政府は土地買収に関する法規制を強化し、外国による重要インフラや戦略的に重要な地域の買い占めを事前に防ぐ政策を早急に検討し実施する必要があります。また国内外の動向を正確に把握し、先読みする情報処理能力と分析力の強化も求められます。こうした対策は単に反応的なものではなく、積極的で戦略的な視点に基づくべきです。国の安全と独立を保持するためには、国内のみならず国際的な情勢にも目を向け、柔軟かつ迅速に対応することが不可欠です。日本政府には国の未来を見据えて、より強い危機感を持って行動していただきたい。時間は有限です。今こそ国の安全と主権を守るために断固たる措置を講じる時です。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。